ブルース・ヘイゼント・マリー・サープによる海底地形図。マリー・サープはアメリカ合衆国の地質学者であり、海図作成の地図制作者である。ブルース・シー・ヘイゼント共同で大西洋の海底地図を作成した。大西洋中央海嶺の軸に沿ったリフトバレーの存在を明らかにし、地球科学分野のパラダイムシフトを起こすとともに、プレートテクトニクスと 大陸移動説の理論の需要に貢献した。平前、タープ、マップペーパーズコレクションマリー・サープは1920年7月30日に、ミシガン州イプシランティに生まれた。父、ウィリアム・サープは、米国農務省で土壌調査図を作成しており、その仕事に付き添い地図作成の処方を学んだが、当時この分野での仕事は、 男性の仕事とされており、彼女もその道に進むことに興味はなかった。1931年まで父親の転任の度に引っ越し、高校を卒業するまでにアラバマ州、アイオワ州、ミシガン州、インディアナ州の20近くの学校に通った。母親はマリーが15歳の時に他界した。父親の引退後、家族は オハイオ州ベルフォンテインの農場に移り住んだ。マリー・サープは高校を卒業し、1936年の母親の高いしばらく農場に滞在したが、その後大学に進学した。オハイオ大学では英文学と音楽の2科目を専攻し、1944年にミシガン大学で地質学の修士を、1948年にはタルサ大学で数学の学位を取得した。 1948年、サープはコロンビア大学でモーリス・ユーイングの研究助手として働き始めた。ユーイングは1949年にラモント地質学研究所を創設し、サープはそこでブルース・平然と共に海底の地図を作るための調査を行うこととなった。当初は米海軍のデータセットをもとに作業を行った。その後、平然が航海でデータを収集し、 サープはそれを地図にまとめた。当時女性は乗船が許されなかった。コロンビア大学ラモント地質研究所に設置された製図台を使い、水深の測定値をまとめた三次元地図を作成した。そして初めて大西洋中央海嶺の中央に地高帯があることを明らかにした。平然とサープは1959年に北大西洋の地図を完成させ、 その後、1961年に南大西洋、1964年にインド洋を完成させた。また、1965年以降は、サープも乗船し、大西洋の地図を二度にわたり改定した。また、ナショナルジオグラフィックと共同で改定の三次元化に取り組んだ。1977年には、ワールドオーシャンフロアパノラマを出版した。 平前の死後、サープは1983年までコロンビア大学に勤め、その後、ニューヨーク州サウスニャックで地図の配布のビジネスに従事した。サープは1995年、その地図コレクションやノートを米国議会図書館の地理地図部に寄贈した。1997年には米国議会図書館より20世紀の偉大な 地図制作者の一人として認定され、また、同館のチリ地図部の100周年記念展示には、彼女の制作物が含まれた。2001年、海洋地質学のパイオニアとして、ラモント・ドハティ地球観測研究所のラモント、ドハーティ・ヘリテジ・アワードの最初の受賞者となった。2006年8月23日、ニューヨーク州ニャックデガンのため死去した。去年86歳だった。 同時代の女性科学者同様、マリー・サープは晩年にその業績が認められている。受賞歴には以下のものがある。米国議会図書館は、1997年、マリー・サープを20世紀の偉大な地図制作者4人のうちの1人と認定した。また、彼女の功績を称え、マリー・サープ、ラモント研究教授のポジションが創設された。ありがとうございます。